こんにちは、スクミズログです。今日は僕が普段やってるロードバイクの洗車方法を紹介します。これ通勤とか練習で乗ってるロードバイクなんですけど、ちょっと雨の中走ったりしたんで、結構汚れてたりとか、ブレーキ周りもちょっとダストがついてたりだとか、あとちょっとチェーンとかディレイラーも層に汚れています。散水ホースと、ブラシ類とケミカルなんですけど、最初にチェーンを洗って、このフィルタークリーナーを使って洗います。でその後車体全体を、洗剤で洗っていくというような手順にします。なぜかっていうと、チェーン洗うと周りに汚れが飛び散るんで、先に、汚いチェーンをきれいにしてから、次、比較的きれいなフレームを掃除するという順番にします。これがチェーンを掃除するのに使っていく AZ のフィルタークリーナーっていう、ケミカルなんですけど、もともとバイクだとか車だとかの湿式のエアフィルターを掃除するためのものです。で、ちょっと開けてやって、中身を注ぐと、こういう透明な、液体で、匂いはちょっとだけ石油系の灯油みたいな匂いがします。でこれ飛び散るんで、先に、下の方を、水で流して汚れがつかないようにします。で同様に、ホイールのリムも汚れるんで、先に水をかけて汚れがつかないようにします。じゃあ、これで洗っていきます。つけて、ちょっとこすってやると、汚れが溶けてきます。で、こうチェーン全体になじませるような感じで、フィルタークリーナーを、塗っていきます。下見るとこうもうボタボタ落ちてきてるんで、汚れがこうフィルタークリーナーで溶かされている感じですね。で、こういう3面ブラシを使うとチェーンなんかは早く作業ができて、3面ブラシだと一気に3方向掃除できるんで、かなり効率よくチェーンの汚れを落とせます。で、あとスプロケットも、こうやってちっちゃいブラシを使って汚れを落としていきます。トップに入れてから、こういうの1枚ずつ洗うとすごい大変なんですけど、フィルタークリーナー使うと、だいぶスムーズに作業ができます。こういうフーリーだとか、フロントディレイラーもですし、あとチェーンリングも、この木の柄のブラシは結構安くって、100円とかそれぐらいで買えるものなんですけど、ちっちゃいのを持っておくと、こういう入り組んだ部分をブラッシングするのに使えるんで、
で、まあ、歯ブラシとかでもいいんですけど、歯ブラシに比べるとやっぱりこの毛が、いっぱいあるんで、あのブラッシングの効率がいいです。はい、でいよいよ流していくんですけど、あの水で流してやるとすごい勢いで汚れが落ちていきます。スプロケなんかも流してやるともうすぐにピカピカになります。で、まあ、下はこのぐちゃーっと、なんかあの水がかかると、乳化して、あの油が溶けたこのフィルタークリーナーが一緒に流れていくような感じですね。で、まあチェーンリングもあのこういうあのはけたアルミの地肌が綺麗に見えてたりとか、まあチェーンもちょっと適当やから完全に落ちてはいないんですけど、あの真っ黒やったんがまたあの銀色のチェーンに戻ってます。で、まあスプロケなんかもまあ、あのオイルがついて黒かったのがあのピカピカのシルバーのスプロケになってます。はい、で、あの使用後のブラシなんですけど、あのこれも水で流してやるとあの汚れがダーッと流れていきます。なんで、まあ、ちょっとこういうのですすいでやって、あのフィルタークリーナー自体かなり、強力な、まあ、洗浄剤なんで、まあ、こうやってすってやったりとか、まあ、適当なところでゴシゴシやってやるだけでかなり綺麗になります。で、まあ、あのこの状態になったら、あのちょっとこれで手で触ったりしてももう汚れないぐらいまでにあの綺麗になるんで、あの掃除した後のブラシ類の手入れもかなり楽です。じゃあ次は車体を洗っていきます。使うブラシはあのこういう、まあ、ちょっと柔らかい感じの、 あの水をあの含むような感じのブラシと、あと僕はマックオフのやつ使ってるんですけども、こういう丸いあの隙間とかに突っ込めるようなブラシを使います。で、洗剤はこれマックオフを希釈したあの泥汚れとかに強い洗剤なんですけど、まあこれを使ってもいいですけど、あの中性洗剤が意外と綺麗に落ちます。まあちょっと入れてやって、で、ここにシャワーで水を入れてやると、あの泡が立って、あの石鹸水ができるんで、まあ、これをつけて洗っていくという感じです。あの砂とかがついていると傷がいくんで、まあ、軽くバイク全体を水洗いして、汚れを流してやります。じゃあいよいよ洗っていきます。まあ石鹸水つけて、まあ、あんまりゴシゴシこすると傷がいくんで柔らかく洗っていきます。で、あのブレーキキャリパーの周りだとか、チェーンステーの隙間だとかは、まあ、このマックオフ の、 あの細かいところに突っ込めるブラシを使って洗っていきます。
通りブラッシングが終わったら乾かないうちに流していきます。じゃあ次ホイール洗っていきます。粗く流してから株軸はさっきの隙間用のブラシで洗います。で一通り洗い終わったら最後、軽く拭き上げていきます。ということで今回は僕が普段やってる洗車方法を紹介しましたけど、毎日とか毎週じゃなくても、汚れてきたなと思うたびに洗車することで、自転車の塗装だとかパーツの状態をよく保つこともできますし、未然になんか調子が悪いとか、例えばブレーキパッドが減ってきてるだとかっていうような、メンテナンスが必要な兆候を早めに見つけることもできるんで、できるだけ普段から洗車して、綺麗な自転車に乗っておくと、いいと思います。こうやって洗車してやると、普段から整備もしやすくなるんで、例えばスプロケットとかドロドロだとメンテナンスするときに、いちいち掃除したりとか手が汚れたりしちゃうんですけど、綺麗な状態を保っていると、整備自体もしやすくなるんで、より、良好な状態を維持しやすくなります。今回の動画は以上です。もしお気に入りいただけましたら、高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。